ですから真空管使ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけれども、半導体のアンプメーカーさんでこのぐらいの大きさのスピーカーと比べると能率は、3デシとか、6デシ違います。3デシ違うと、例えばうちで自分のうちで、50ワットのアンプ使ってるっていう人でしたら25ワットに足ります。6デシ違ったら4分の1になりますから、25ワット、50ワットじゃなきゃ出ないっていう人でも12ワットくらいのアンプで同じ、4で割ると12.5かで出ます。それだけ全然違ってくるんですね。なんとこちらになると100デシですからね、あの能率が。それどういうことかというと、普通メーカーのこのぐらいの大きさのスピーカーは90デシですから10デシ違います。10デシというのはアンプの出力電力で、10倍違うということです。すなわち、2A3 の3ワットのアンプが30ワットのアンプになる。で 2A3 のシングルアンプの場合は3ワットで A クラスですから、 A クラス30ワットのトランジスタアンプっていうのがどのぐらいの化学化して発熱がどんなすごいかっていうのは、あの持ってらっしゃる方マキベさんが出てますからね、分かるかと思います。価格もすごく高い。それと同じような感じでパンと鳴らせちゃうということですね。じゃあ今度こっち行きましょう。今の同じ曲をかけます。